はい、7月16日の火曜日、今午後4時23分になったところですね。はい、3連休明けの東京市場、まあ日曜日にですね、日本時間の日曜日の朝、まあ、アメリカでトランプ大統領、元大統領の暗殺未遂事件というのが、まあペンシルベニア州での大統領選のための演説会の最中に起きた。世界に衝撃が走りましたね。このことがやっぱり日本の株式市場にとっても、あるいは日本という国の国柄、あるいは今後の政治体制、決定的なですね、影響を与える、株式市場に対しても大きな影響を与えるインパクトになるであろうと、そういうのことをしっかりと説明したいと思います。今日はですね、まあ、いつもタケチャンネルを聞いていただいている皆様にお知らせがございます。私は KIS というところで、まあ、アドバイザーをやってるんですけれども、まあ、そのメンバーの一人の神戸さん、神様の人って書いて神戸さんっていう方がいて、彼がですね、YouTube チャンネルを先週から始めました。ぜひですね、皆さんチャンネル登録お願いいたします。チャンネルの名前は、神様の神に神の目、神の目、目は眼科の目ですね、神の目トレードというですね、今話題の、市場で話題の動いている銘柄、これの短期的なトレードの方法といいますかね、考え方、あるいは方向性、こういったものについて、そういう部分に絞ってですね、彼が話をしてくれます。ぜひ神の目トレードもチャンネル登録して応援してほしいです。よろしくお願いします。はい、話をまた戻します。トランプ前大統領がですね、暗殺未遂をされてしまったということですが、まあ日米ともにですね、まあ左翼のマスコミで、左翼のマスコミから散々ですね、悪口を言われていたというか、本来トランプさんのやってきたことを無視して、とにかくトランプさんを叩けばいいと。まあ2年前に亡くなった安倍さんが、朝日新聞や毎日新聞や TBS やら、そういったところからですね、もうとにかく安倍さんの功績は全く認めずに、安倍側の、まあとにかく何と言っても安倍さんが嫌いだと。まあ、そういう報道、子供じみた報道をしてた日本のマスコミと、実はアメリカも遜色ないくらい、やっぱり左翼マスコミがですね、トランプさんを叩きまくってたわけですよね。まあ、安倍さんは戦前トランプさんと会った時に、いやいや、マスコミと新聞にはまあまあ大変な思いしてますよって笑って喋ると、トランプさんもどこの国も一緒だねと笑っていました。まあ、安倍さんは、まあ、朝日だ、毎日だ、TBS だ、大変ですと、トランプさんも CNN、ニューヨークタイムズ大変だよと言って笑ってたっていう話がありましたけどね。まあ本当に今回トランプさん無事でよかった。しかし日本のマスコミはですね、トランプさんが無事であったことで、これがもしトランプさんに何かあったらですね、アメリカが内戦になったかもしれないと、そういうことをトランプさんは認識するべきだなんてね、トランプさんが悪かったかのようなことをね言ってる。日本のテレビ東京っていうところのですね、キャスターがそんなこと言ってましたね。あるいは TBS の、まあ、日曜日の朝の番組のキャスターやそこのコメンテーターが、なんかこれによってトランプさんが有利になりかねないとかですね、まあ、有利になるに決まってんだけど、かねないと、要するに有利になっちゃ困るみたいなね、そういう、よっぽどトランプさんが人気が出たら困る、よっぽど本当に嫌いなのかなと、まあとにかく狂ったようなマスコミの論調がありましたが、しかしながらやっぱり立ち上がって拳を振り上げてファイトのポーズをやったトランプさんの人気はですね、落ちるどころか上がっていくばっかりですね。で、トランプさんのネガティブキャンペーンだけをやってきた民主党はもう完全にですね、規制をそがれましたし、またなんとか勝とうということでバイデンさんを下ろそうと言ってた機運も、もうこれで、共和党が一致団結したところに、民主党はバラバラでバイデン下ろしやってるっていうのはもうまずいだろうということで、バイデンさんを下ろす気力すらもう民主党からはなくなってきている。
だからもう大統領選挙は諦めてもですね、まあ上院下院のどっちかでは何とかしたいと、まあこんなような状況に今なっているのがアメリカの状態です。動画の途中で失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には多くの資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。で、日本の株式市場にとってはどうかというと、私は極めて日本の株式市場にとっては長期的に非常にポジティブに捉えています。短期的にはですね、やっぱりアメリカの景気に対して私は少し厳しめの見方をしていますし、アメリカのですね、S&P500 種の銘柄のですね、まあ業績予想、リビジョンインデックスが落ちてきているとこ、しかしながら株価は上がり続けているっていうところを見ると、そういう意味でのリスクはあるんですが、そういうことを度外視して長期的に見るとですね、トランプさんが当選することで、今までですね、とにかく SDGs は ESG だ、温暖化対策だと言ってですね、もうコストに見合わないような、まあ、とにかく経費をかけてですね、で、そこで儲けてる連中にどん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 お金が行くみたいな、そして貧しくなる人はどんどん貧しくなっていく、そしてちょっとですね、武器を吐きたいと思ってロシアを挑発してウクライナに行かせてしまって、すぐ辞めさせられると思ったら辞められなくてですね、でそのツケを日本に払わせるみたいなとんでもないバイデン政権、もう本当にひどい話ですよね。まあしかしながらトランプさんが大統領になればですね、まともなことをまともにやってる人たちがまともに、まあ仕事をしてまともに収入を得られると、そういう状況に変わっていくし、日本人もですね、戦後のまあちょっと歪んだですね、まあ、ひがみ根性的な日本人の体質といいますかね、アメリカは憎いと思いながらもアメリカに守ってもらわなきゃいけないと、で日米安保があればですね、憲法9条があれば、日本の平和憲法があれば日本は大丈夫という、まあ、団塊の青年を中心としたですね、お花畑の極みのような人たちがやっと気づく、自分たちの間違いに気づく、そういう状況におそらくなるだろうと思います。今回ですね、トランプさんが選んだバンス上院議員、オハイオ州の選出の上院議員ですけれども、彼はですね、今年の初めの頃にですね、テレビ東京の単独インタビューに応じてですね、とにかくアメリカっていう国は日本は非常に大事に思ってるよと、日本は非常に大事な同盟国だと、しかしながらアメリカに依存して、まあ、自らは自立も独立もしないような国は必要ではないと、こういう言い方をしているわけですね。したがってやっぱり日本もしっかりと自国の防衛をやんなさいというスタンスです。そういうことになってくると、おそらくトランプさんがまあ当選して4年やれば、まあ、今バンスさんは39歳、そうすると4年後は43歳ということになりますね。そうしますと、まあ、トランプさんはもう2期で終わりですから、その後の有力な大統領候補になると思いますが、43歳、その頃に43歳になったバンスさんがですね、まあもちろんトランプさんと同じように人気があるかどうかはもちろんまだ、それは予測することは不可能ですが、まあもともと人気作家でもある中で、しっかりとした考えを持っているバンスさんが、次の大統領に、トランプさんの後の大統領になる可能性も十分あるということになると、日本はいよいよですね、まあアメリカとの間の、まあ日米安保条約に、まあ乗っかかって、あとはもう知りませんというような無責任な態度はもう長期的に取れなくなってくる。こういうことになってきますと、やっぱり日本の防衛力強化もしっかりしていかなきゃいけないし、考え方もですね、もう本当にしっかりとした日本の国は日本でしっかり守ると、台湾有事にも備えなきゃいけないと、北朝鮮にも備えなきゃいけないと、こういったこともやっていくと思います。で、一方ロシアはですね、今中国と北朝鮮と組んでますけれど、トランプさんはプーチンさんとうまくやると思います。そうなってくると、
ロシアと日本、まあ日本とって北朝鮮も中国も脅威ですが、ロシアも脅威なわけですね。しかしここをまあトランプさんがうまくロシアとやってくれれば、日本もロシアとの関係をですね、もう一度構築し直すことができるのではないかと思うわけですね。ですからそういったエネルギー問題も含めたロシアとの関係をもう一回構築し直せるような、そういった器量のある、そしてトランプさんやバンスさんなんかとうまくやれる、そういう総理大臣を選ばなきゃいけないと。ですから石破だとかですね、小泉進次郎だとか、そういう世界ではありえない。上川陽子もありえないですね。河野太郎ももっとありえないと、こういうことになると思います。そうなってくると、いよいよ高市さんだとか小林鷹之さんのような方々が、まあ、登場してくると、こういうことになってくると思います。そうなってきて国民の意識も変わればですね、日本という国もやっとですね、戦後のですね、まあ、呪縛から解かれてきて、株式市場もますます良くなっていく可能性というのは私は十分にあるんだろうなと、まあ、こんなふうに考えています。8月4日の日曜日、リアルセミナーを開催いたします。年末にかけて日経平均、まあ、4万3000円を目指すのではないかと考えていますが、根拠ですとか、推奨できるような銘柄ですとか、そして皆さんとの様々な企画を考えております。ぜひですね、皆さんご期待いただいてお越しいただければとっても嬉しく思います。神田でお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。動画の最後に失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には僕の資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者が役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。